毎日水を2リットルの水を入れると健康に肌が綺麗になるというのは本当ですかと思いますが、2リットルっていうかもっと飲んだ方がいいと思うんですけど、肌がね、水を飲むんで綺麗になるっていう話ありますけど、これは、水分が不足している人限定です。水分が不足していると、実は人間って水分がちょっと足りなくなるだけで集中力が落ちたりとか、肌がですね、ガサガサになっちゃったりとか、結構ね、地味な問題がありまして、特にまあ女性なんかそうだと思いますけど、あとあんまり運動しない人なんかは、水分の摂取量が圧倒的に足りないんですよ。だから、1時間に1回ぐらい水を飲むっていうのをやらないと、やっぱり人間の体どうしても水分が落ちてきまして、水分不足で集中力が切れてる人とか肌がですね汚くなってる人って結構いるんですよ。女性だったらすぐトイレに行きたくなっちゃうから水飲まないって人がいますけど、これ肌が荒れる原因なので、水分不足になってる人に関しては多くの芸能人がなってますが、水分不足になってる人に関しては水を飲むことで肌が綺麗になるメリットはあります。はい。すでに肌が綺麗で水分が足りてる人が水を一般飲むことによってもっと綺麗になるかって、そういうことはないです。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。